こんにちは。今回はふなっしーの T シャツでお送りしてます。しるなっしーですね。わかる人にはわかる T シャツです。で、今回は疲れた心にぴったりリラックスができるカモミール&レモングラスティーを飲んでいきたいと思います。で、これはアフメッティーロンドンという会社の紅茶で、いろんな紅茶を出している会社なんですけど、ロンドン発祥の、アールグレイとかオレンジピッコ、ウロン茶もいろんなものを出してるんですけど、美味しいですね。私はよくここの会社のアールグレイティーを飲んで、ミルクティーにしたりして飲んでます。で、これはノンGMOオーガニックですね。では開けていきます。こんな感じですね。こっちがカモミールで、これがレモングラスですね。レモングラスはタイ料理にもよく使っている香草で、すごい私は大好きですね。うちのウサギたちが大好きです。で、作り方は100度のお湯をカップに、ティーバッグを入れたカップに注いで5分ですね。お湯を沸かしたので注いでいきます。ふなっしーの T シャツにレモングラスティーは似合わないですね。あ、香りがすごいですね。ちょっとなんだろう、草っぽい匂いはするんですけど、なんだろう、すごくハーブな感じで体にはいい感じの匂いがします。で、このカモミールティーは Relaxed and unwind with the gentle combination of chamomile and the light scented tone of lemongrass. A naturally caffeine-free infusion. ということで、カフェインも入ってないです。なので、もう寝る前とかに飲んでもとってもいいと思います。紅茶は本当にカフェインが結構強い場合があるので、私はたまにこういうカフェインフリーの紅茶を飲んだりします。で、この紅茶は何だろう、まあ、紅茶というかハーブティーみたいな感じなんですけど、このまま私はストレートで飲むのが好きですね。人によってはミルクと砂糖っていう方もいるんですけど、なんだろう、やっぱりこのハーブティー本来の味を楽しむのはやっぱりストレートかなと思います。で、カナダの人ってグリーンティーあるじゃないですか、緑茶ですね。こういうこのアフメッティ
ていう会社はグリーンティーも出してるんですけど、あの知り合いの家にお呼ばれに行った時にグリーンティー飲むって言われて、ああ飲みますもちろんって言って、で、あミルクとシュガー入れるって言われて、入れない、絶対入れないですって言ったんですけど、こっちの人はもう緑茶も紅茶と同じ扱いで、ガンガンミルク入れる人もいますし、砂糖だけとか砂糖ミルク両方いっぱい入れるっていう人もいます。で、一度私はミルクシュガー入り の緑茶を飲んだことがあるんですけど、ちょっと苦手でしたね。だけどやっぱり抹茶ラテとかはこっちのコーヒーショップでも流行ってるんですけど、抹茶ラテってやっぱりアンスウィートよりもスイートの方が飲みやすいので、あの選べるんですね、コーヒーショップで頼むときに甘いシロップ入れる入れないっていうので、私は抹茶ラテを頼むときはいつもあのスイートだからシロップ入れてお願いしますって言ってるので、まあ多分飲み慣らした緑茶も牛乳砂糖入りで飲めると思うんですけど、まあやっぱり私は濃いめの緑茶が好きですね。で、コーヒーはあの20歳過ぎてから飲めるようになって、コーヒーっていうものを飲んだことがなくて、まあそのコーヒー牛乳とかコンビニで売ってるような、あと本当にそれこそスターバックスのフラペチーノとかそういうのもあるんですけど、朝起きてコーヒーっていう習慣がなかったんですね。だけどこのカナダに来てコーヒーショップがいっぱいあるので、いろんなコーヒーを飲んでいくうちにあのすごい飲み慣れてきました。で、コーヒーは私はブラックでも飲めるんですけど、やっぱりブラックで飲む場合はあのペーストリーですね、あの甘い菓子パンみたいな感じのエクレアとか、なんだろう、シュークリームみたいな感じの甘いパン、スイーツパンというかスイーツチョコレートと一緒に飲むのだったら、あのブラックコーヒーは飲めるんですけど、ブラックコーヒーだけっていうのは苦手ですね。でもアイスコーヒーは全然ブラックでも飲めます。だんだんいい感じに色が出てきたと思うので、私はこのままティーバッグ入りで飲みたいと思います。いただきます。あ、すごい口の中に爽やかさがめちゃくちゃ広がります。リラックスできますね。では今回は私がたまに飲むカモミール、あのレモングラスティーの紹介でした。ではまた。